深掘り福岡県。皆さんこんにちは、岡澤明です。さあ、この番組は福岡県のさまざまな取り組みを目で見て肌で感じて体験することで、その取り組みを深く掘ってご紹介する、その名も深掘り福岡県。深掘り福岡県2回目となる今回の深掘りワードはこちら、新しい生活様式。全国での緊急事態宣言が解除となりました。これからは感染の拡大を防ぎながら社会経済活動を維持していくことが大事になってきます。新しい生活様式を一人一人が実施していくのが大切になってくるわけですね。3つの密の回避やソーシャルディスタンスなんて言葉もよく聞くようになりましたよね。そんな中、僕が注目したのはリモートワークです。働いている方たちが今どのように仕事をしているのか。さあ、今回は中でも企業でのリモートでのお仕事について調べたところですね、福岡市中央区大名にある株式会社クアンドさんでは、インターネットを使ったリモートでのお仕事をやっているという情報が入りました。そこで当番組のリポーターに実際にそのリモートでのお仕事の現場の様子を体験してきてもらいたいと思います。リポーターは前回に引き続き鹿山くんと、今回初リポートとなる宮島くん。深掘り頼んだ。深掘り、こんにちは。こんにちは。さあ、僕たち九州大学芸術工学部の鹿山由紀と宮島和馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リポートしていきます。決まってるね、宮島。ちょっとスーツで決めちゃいましたね。ウィズビーみたいだね。ああ、ウィズビー。今回は新しい生活様式として株式会社クワンドさんの方にお邪魔していきたいと思います。それでは早速深掘りしていきたいと思います。せーの、いってみよう。株式会社クワンドは2017年に設立した福岡県北九州市のスタートアップ企業で、産業のアップデートをミッションとして掲げ、九州地域を中心にアプリやウェブの開発事業を展開、コンテンツ製品の展開支援を目的とする福岡ビジネスコンテンツ賞優秀賞を受賞した現場作業者に特化したコミュニケーションツールシンクを開発しています。深掘り。今日リモートでのお仕事風景を見学させていただくクワンドさんにやってきました。早速入ってみましょう。失礼します。宮島と鹿山と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ中に。はい、失礼します。失礼します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。取締役の紹介をします。はい、取締役の中野と、下岡です。いくつか今から質問をしたいことがあるんですけど、よろしいでしょうか。はい、何でもしてください。はい、よろしくお願いします。深掘り。新型コロナウイルスの方で働き方はどう変わりましたか？基本的にもう社員全員フルリモートで、勤務するような形になりました。フルリモートというのは実際にもうここに来なくてもということなんですかね？そうですね、オフィス来たい人は来ていいし、家でやりたい人は家でやっていいしっていう形をとっています。リモートワークによって変わったことはありますか？みんなコミュニケーションが丁寧になったっていう、まあ、こういう IT ツール、コミュニケーションツール使っていろいろやり取りしてるんですけど、日頃、まあ、こうみんながフルリモートになると結構絵文字とかリアクションマークとか感情を伝え合うためにすごくコミュニケーションが丁寧になったなと。確かに。もう全員が離れた場所に対面じゃないところでっていう前提なんで、もう効率的に意思を伝え合うためになんか本当にフルリモートになることで逆にいろいろコミュニケーションが効率的に円滑になったなって印象があります。このリモートワーク導入するにあたって、その会社として何か支援したりとか、そういうことはありましたか？具体的にある一定金額出して、自宅でその作業環境をこう良くするための物品を買う補助を出しました。まあ椅子とか机とか買いたいものを買えるような制度を導入しました。リモートワークが導入されてから実際にスタッフさんとして何か変わったことはありますか？そうですね、前からリモートでやられてた方もいたので、まあ、全員がそのリモートワークに対してかなり理解が深まった点があって、そこに全員同じレベルでのコミュニケーションができるようになったかなというふうには思いますね。自宅でやるっていうことも、自分の中でも選択肢の一つとして加えることが今回できたので、幅が広がったかなというふうに思います。深掘り。僕らのディスコードっていうコミュニケーションツール使って、毎日昼に
定例ミーティングしてるんですけど、よかったらその様子見ていきますか。じゃあ見学させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。深堀、はい、お疲れ様です。で、午後からは引き続きテストをやっていこうと思っています。以上です。水井さん、お願いします。はい、お疲れ様です。今日は午前中はクライアント対応とメディアとの商談をしていました。深堀、リモートワークになって良かった点ってどういうところですか？リモートワークで働くことによって通勤時間がなくなったので、その分を業務時間に当てたりとか、あと仕事が終わったらすぐに夕飯の支度に入れたり、家族との時間も喪失できたっていうところが良かったなと思います。あとはなんか 腰をサポートするなんか椅子に置けるものを置いていただきました。すごく楽に仕事できてます、これのおかげで。なんか最近みんなリモートで働いてるけど、はい、一緒に仕事をしてるみたいにできた。はい、ありがとうございます。深堀、本社で出ているベータ版のシンクリモートってどういうものなんでしょうか？シンクリモートはいわゆる Zoom とか LINE 電話のようなウェブの通話システムなんですけど、普通の会議とか人と人のコミュニケーションというよりは、建設現場とか、作業をするような現場と遠隔のオフィスみたいなところをつなぎながら、その遠隔から、作業を支援するような、ウェブ会議のツールです。ポインター機能っていう、画面上にポインターが出たり、遠隔から写真を撮れたり、その遠隔からでもその場にいるような、作業指示であったり確認っていうのがこうできるようなシステムになってます。じゃあ、しかむくん、よろしく頼む。そう、これで行ってほしいところを指示いたすと、向こう側に、伝わるので、はい、では向こうに本棚があるんで、そこまで行ってもらいましょう。わかりました。はい、じゃあ今、電話してます。電話かかってきました。見えるかな、宮島。うん、見える見える。ちょっと一回じゃあ、ちょっと周り見せてもらっていい？本当に自分の目線みたいな感じで右の方見てるわけですね。窓の外の景色見てみようか。外うん、外の景色見てみよう。すごい工事じゃない。外にあるの？ポインターで指示ができるわけですね。ないね。あっちとかこっちとか言ってもわかんないですからね。実際に画面でここっていうのを指した方が早いですし、ね、あ、この正面に見えてるこれだね。あれ本なんだ。そう。あ、オッケーオッケー、見えた見えた、これ。そうそうそう。そう、本見せてもらっていいかな。縛りを歌う。賢い人が読む本やんこれ。ね、その下の本を見せてもらっていい？ちょっと宮島が読みたい本分かってしまったかもね。本当？ちょっと一回ちょっと見せてみ。ちょっと一つ予想言っていい？うん、まあ、福岡好きだからこれでしょ。いやー、もうね、知り尽くしてるね、福岡は。それじゃないね、ちょっと。じゃあ、一回ちょっと全体見せてもらっていい？全体ね。うん。いろいろあるよ。じゃあ今からこのポインターで丸するから、それが正解だから。正解はこの本でした。あ、それ？やっぱファイナンスで使えば初で分かりますね。使い方によっては実際に現場に行って指示を出すよりリモートで指示を出した方が、使い方によっては効率がすごくいいかもしれないですね。はい、これでしょ、宮島が読みたかったやつ。この本なんだよ。深堀、シンクリモートすごい正確で分かりやすかった。伝える方もね、伝えやすかった。すごい社長、すごくこれ分かりやすかったです。ありがとうございます。ぜひ使ってください。深堀、今後どのような働き方を進めていきたいと考えていますか？毎回オフィス来なきゃいけないとか、毎日集まらなきゃいけないっていうことではなくて、やっぱり一人一人のその生活に合わせて、家でする人もいれば来る人もいるという形で、オフィスがこう集まる場所として機能していくような働き方ができればなというふうに思ってます。できないと思ってたけど、やってみたらそのできたことってたくさんあるので、そういうのを活かしながら、より働きたい環境を作っていきたいかなというふうに思います。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。深堀、今日楽しかったね。楽しかった。今日どうだった、体験してみて。
距離と距離が離れた上で働くから伝達性が逆にないのかなって思ったんだけど、伝えたいことを、まあ、要点を絞ってから伝えないといけないから合理的な働き方が改革されてるのかなって思ったね。矢島くんはどう思った？会社と現場でそう遠い分そのコロナ感染リスクとかでもすごい下がってすごい使いやすかったしいいと思うよ。ということで、あきらさん今回も深掘りしてきました。してきました。ということで以上、現場から鹿山と矢島でした。また会いましょう。バイバイ。バイバイ。いやー、今回は2人ともスーツ姿がバシッと決まってましたね。これからもスーツでいいんじゃないですかね、2人とも。はい、2人ともありがとう。さあ、今回はリモートワークについてよく分かりました。まあ、それぞれの企業に合った形で新しい働き方というのが実施されていけばいいんじゃないかなと思いました。まあ、コロナウイルスが収束した後でも、まあ、仕事の効率化といったところでこの新しい生活様式っていうのがどんどん広がっていけばいいなと僕は思います。また県でもこれまで対面で開催していたビジネスパートナーとのマッチングの場にオンラインを取り入れるなど新しい取り組みを行っているということです。福岡県のホームページでは日常生活における新しい生活様式について紹介しています。ぜひこちらも参考にしてみてください。さあ、今回は新しい生活様式のリモートワークについて無事深掘りすることができました。次回は何を深掘りするのかお楽しみに。